カサニマロ、カサニマロ。二人組教育系 YouTuber、カサニマロ。せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ担当のベトロ。どうも、カサニマロ分岐担当の藤本です。はい、ということでですね、今日はね、D 判定の人がやるべきことをね、トップ3と、いう感じでね、ランキング形式で紹介していきたいと思います。はい。まあ、D 判定、結構いるんちゃうかなって思うよね。うん、俺もなんかね、第一望のなんか、実践模試とかね、うん、オープン模試 D 判定取ったんですけど、うんうんうん、なんかね、もやもやする判定ではあるよね。なんかね。いいから D に行けたっていうのはね、めっちゃ嬉しいっすね。そうだね。うん、E と D は全然ちゃうよ。うん、なんか D でさ、もやもや俺 D やから、多分がっかりしてる人おると思うんだけども、うん、E と D はほんまに違う。なんか、めっちゃ、これ E 判定のところではなかなか言いにくいけど、うん、E の人ってまあ合格率まあ、高くても 10%、うん、まあもう 0% に近い人が多分大多数で、うん、高くても 10% やけど、うん、D って結構3割ぐらい受かる可能性は全然あるから、うん、で、こっから、今の状態で3割やねんから、うん、全然頑張ったら、50なんかまあ、まあある程度頑張ったら、うん、あの逆転可能っていう感じなんで、うん、うん、どんどん、D 判定の人はね、なんか、進んでいってほしいなというふうに思います。なんか僕、本当に個人的な、あれなんですけど、うん、D 判定の大学一番モチベ上がるなっていうふうに、僕は思いますね。なんでそれは ?C、B はなんか受かるかなって思っちゃう。っていうね。まあ油断してないっていうね、あの皆さん、あれがあるんで、強みがあるんでね。まあそれを踏まえてですね、まず大前提からいきましょう。はい。大前提についてはですね、もうちょっと口頭で言います。強手も2次も判定見てください。で、これ、E 判定の方でも言ってるんですけど、強手だけ見ちゃう人とか、2次だけ見ちゃう人っていうのがいるんですけども、その強手対2次の割合ってあるじゃないですか。5対5とか6対4とか3対7とか7対3とかあると思うんですけど、うん、そういう、自分の大学の配分とその強手の判定、二次の判定というのを複合的に見て自分が今どこなんかなっていうことを冷静に判断してください。例えばなんかもうどっちかがめっちゃ E 判定です。どっちかは D 判定です。いけるかなっていうのはちょっと危険な思考な気がするので、本当に複合的に冷静に客観的に判定っていうのはね、見るようにしてください。一個空きじゃちょっとさ、注意感じやりしといていい、うん、オープンとか実践とか賢い子って結構な冠模試って、うん、そういえば兄弟オープン、兄弟実践とかあると思うねんけども、うんうん、そこで D 判定やったら、ちょっと考えもんかなって思う。ほんまに、なんやろうな、うん。逆にはできんねん、できんねんけども、うん、めちゃくちゃ行きたいとかじゃなかったら、ちょっと考えてみてもいいかなっていうのを思うのと、うんまあ、それでも行きたいっていうんやったら、ちょっと二次試験の配分多めに。うん、俺は第一門大学の冠模試で微妙な判定あったよね。D と E やったよね。うんうんうん、そう。オープンがなんか忘れてるには D と E で、やっぱそれで二次試験がダメだったっていうのがあるんで、うんうん、センターそこで対策するっていうのもええねんけども、それよりも二次試験しっかり勉強してほしいなっていうのは、昨日と D 判定の資料はね、言っときたいです。っていうのを踏まえ、3つね、紹介していきたいと思います。じゃあ第3位いきましょう。はい。第3位いきましょう、じゃあ。はい。実践と基礎の往復っていう感じですね。うん、で、実践何かっていうと、まあ、簡単に言うと予想問題集とか過去問とかね。うん。ほんまの入試みたいな感じですね。うん、で、基礎ってのは、参考書だったり YouTube の授業動画で、まあ、なんか、インプットする内容みたいな感じです。とか、まあ、セミナーリードアルファ、ないし、教科書例題みたいな、ああいう簡単めの問題っていう感じです。で、それを往復してほしいんだね。で、まあ、まず初動は実践をね、やっていただければいいかなっていうふうに思います。完璧主義でもう基礎完璧にしてからやろうっていうふうに思わなくていいので、なんとなく基礎できたかな、なんとなくていいです。本当にふんわり基礎できたかなっていう段階になったら、もう実践やっちゃってください。で、実践やってもらっても多分ズタボロだと思うんで、それで。ズタボロで、そのじゃあ特に できてない部分とかあると思うんですよ。あ、俺なんか確率苦手やなとか、科学のこの部分苦手やなとか出てくると思うんで、それを基礎に戻ってください。で、またなんか、割かしなんかできてきたなっていうふうに思ったら、また実践戻ってっていう、この往復をね、していただくっていうのがまず D 判定の人がやっておくべきことかなっていうふうにで、まあ、実践ちょっともう一個補足したいんが、結構本番の問題結構やってほしいなと思ってて、うんうん、なんか、まあ、ちょっと遅れてるわけやん、D 判定の人って。うんうん、だからその分、本番のやつ、問題慣れておくっていうのはやっぱ ABC の人よりも慣れておかなあかんなっていうふうに思ってて、なんか例えば過去問25年分とか、うんうん、もう学校行ったら結構そのストックあると思うよね。うんうんうん、なんかその学校で吸ってもらうとか、昔の過去問をメルカリで買うとかして、ちょっと長い時間、本番の問題に当たるっていうのはやってほしいなというふうに思います。うん、まあ、だから本当に自分の能力よりも点を取るためには、慣れっていうのがね、局所的に、もうここやっていう風に決め打ち、ね、決め打ちさらね、うん、っていうのになってきます。第2位ですね、散歩ということです。まあこれね、俊介くんが言ってたんですけど、うん、やっぱ運動を取り入れるっていうのが大事ですね。で、僕は結構運動嫌いなタイプなので、うん、あんまランニングしたりっていうのはたまにしかやらないんですけど、散歩っていうのは結構ねいいです。朝散歩が特にいいっていうのは樺沢翔先生がね、うん、いつもね本でね書かれてますね。そう散歩は、うん、やっぱ頭すっきりするし、朝方にしなあかんやん、受験ってさ朝早くから始まるやんか、うん、朝方なるっていうのもメリットあるし、うんうん、あとシンプルにさ、まあ、受験生って歩かんからこの体力なくなってくるやん。うんうんうん、それもなんかシンプルになるな。なんか体力つくイメージあるな。散歩することによって肉体的なシンプルに。まあ、あとやっぱあれですね。脳疲労じゃないですか。受験生こうカリカリ勉強してって言ってると、うん。で、例えば3時間勉強しました。頭ガンガン疲れてますっていう状態で、じゃあもう3時間やろうかっていう時にさ、うん、なんか休憩しようってなるじゃないですか。3時間もうやっちゃったん、うん、まあ3時間やってから休憩遅い。まあ1時間休憩、1時間休憩、1時間休憩、あ、疲れたっていう風になるじゃないですか。うん、で、そういう時になんかスマホを触って、
スマホで休憩する人っているんですよ、うん、とかもその場でぼーっとして休憩するタイプ、まあ、これ結構いいと思うんですけど、うん、一番簡単な休憩はやっぱ散歩だと思いますね。なんで塾の周りを散歩するとか、まあ、自習室使ってるんだったらここ散歩コースにしてやろうとかね、うん、塾の周りだったら割と見慣れてないじゃないですか、うん、家の周りと違って、だからそういうの散歩してみたりだとか、実家の周りもなんかね、まあ、この辺も歩いたことないなとかあると思うんですよ、うん、あと小学校の通学路途中まで行くとかね、うんうん、っていう風にしてみるとエンモってなるかもしれないんでねちょっとおすすめでございます。そうだね、いい休憩の仕方かなっていう風に、まあ、音楽聴きながらイヤホンでねやっていただいてもいいですし、音楽聴かなくてもいいですし、うつ病が軽減するとかいうようなデータもあるんで、うん、結構まあ受験生うつうつとするから、そうだね、散歩っていうのは取り入れてみてもいいなっていう風に思います。抑うつってやる気がある状態の逆なので、うん、やる気出すためにもね散歩を取り入れてみてください。はい、じゃあ次第1位いきましょう。じゃあ第1位ですね、勉強法のインプットってことですね、うん、やっぱり D 判定ね、僕正直言うと D 判定が一番言ったなモチベーション上がるんですよ、うん、僕 D 判定の大学っていうのが、うん、まあもちろんそれはね複合的に見てってことですけど、例えば二次試験 C 判定協定 E 判定とかだったら僕は燃えるんですよ、うん、でなんだけどとは言ってもねやっぱ遅れ若干取ってるんですね、うん、なんでそういう場合はこの勉強法のインプットっていうのをやってほしい。でなんでかっていうと勉強量っていうのは、まあ D 判定の人ってわりかし稼げてることが多いんですけど、まあ、うん、もちろん勉強量も徐々に伸ばしていくっていうのはこれ前提でね、ちょっとやる気の起伏とかでこういう風に勉強量って増えてくると思うんですけど、うん、これをもうちょっと傾きをこっちにしてほしいっていう感じなんですよ。時間やね、うん、勉強量、うん、でそれとともにですね勉強法をインプットしてみてください。記憶術とかそのノートはこういう風に取った方が記憶に残りやすいとか、うん、心理学的にはこういう勉強の仕方が効率的だとかそういうのをインプットしてみてください。で実践してみてください。できればね、で全部実践しようと思っても無理だと思うので、できそうなやつを1個か2個ぐらい選んで実践してみるっていうのをちょっと定期的にやってください。1週間に1回とか3日に1回とか1ヶ月に1回は少ないななんかっていう感じでね勉強法のインプットをやっていただくことで勉強法のその効率を加速度的にね高めていくことができますので、 D 判定の人はね勉強法のインプットこれ第一になっております。そうだね、はい、まあ、でも勉強時間みたいな話もすると、うん、やっぱ10時間は絶対やってほしいかな。やっぱ D から C もやって、まあ、結構高い壁だと思うねんけども、うんうんうん、まあ、そっから行こうと思ったらやっぱね10時間ぐらいはやっぱり勉強してほしいなっていうように定量的な数字ではね、うん、そうですね、思ったりするので、うん、まあ腐らずに、まあ、D 判定は全然未来があるね、うんうん、D 判定だと思うんで、はい、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、まあ、やっぱね勉強時間なかなか今5時間なんですっていう人もいると思うので、うん、スモールステップでね勉強時間って急に10とかってできないんで、うん、徐々に勉強時間を長くするトレーニングのつもりでね、これ E 判定のやつで言ってるんですけど、勉強時間を長くするトレーニングも積んでいってください。はい、ということで終わりましょう。バイバーイ。嘘ならくそれいいじゃないか空を見上げる